今回は2023年後半に絶対するべきことをお伝えしたいと思います。初心者ブロガーさんでもですね、えー、今から頑張れば普通に稼げますんで、えー、ぜひね、挑戦していただきたいなと思います。はい。で、えー、LINE を始めました超簡単特化ブログ講座という LINE をやってまして、ブログの内容も発信しています。で、他にも LINE あって、 まあ副業に関することを発信している LINE もあります。はい、ただ、基本的にはこのブログ講座の方で発信していこうと思ってますんで、ぜひ、この超簡単特化ブログ講座の登録よろしくお願いします。はい、最高で月26万円を達成した方がいます。ちょっと収入が落ちちゃって、今17、8万、20万いかないぐらいがで推移してるんですけれども、まあ、それでも結構稼がれてるんで、かなりね、参考になる情報が まあ、LINE で発信されると思っていただければと思います。で、まずやるべきことなんですけどお、この3つです。はい。で、この3つしかないのかって言われるとちょっと違うんですけど、ただ、大事にしていただきたいのは、この3つを特化すること、研ぎ澄ますことなんですよね。で、えー、ブログノウハウはすごいたくさん、 あるんですけれども、そのいろんなものをですね、ちょびっとずつ集めても、その武器にはならないんですね。大事なのは、研ぎ澄ますなんですよ。研ぎ澄ますです。武器を持っているだけではダメで、それを研ぎ澄ます、研ぎ澄ますことが大事です。で、研ぎ澄ますのには時間がかかるんですよね。研ぎ澄ますのには時間かかる。はい。なんで、まあ、YouTube で勉強してすぐできるようになるとかではないんですよ。はい。研ぎ澄ますのが大事です。 なので、研ぎ澄ましてください。で、いろんな情報を研ぎ澄ますことはできないんで、数を3つに絞ってるんですね。なので、この3つをまずは徹底的に研ぎ澄ましてください。で、売る商品を決めるですね。で、売る商品を決める、これを研ぎ澄ますってどういうことなのかという話なんですけれども、まず、いろんな商品を見ることが大事です。で、初心者向けの商品とは一体何なのかと。ね、ASP を見て決めるわけですけれども、初心者向けの商品っていうのは、 実際あります。あります。で、どんなジャンルかっていうと、商品数が多いジャンルなんですよね。難易度が低いのはこのジャンルです。で、いろんな初心者の方を見てきて、まあ、報酬をね、初報酬出ましたとか、1番稼げましたとか、10番稼げましたっていう人、いろんな方見てきましたけれどもお、やっぱり初心者の方は商品数が多いジャンル行った方が楽は楽だなと思ってます。で、商品数が少ない高単価ジャンルですね。 例えば、証券会社ですね。まあ、商品数で言うと、30個ぐらいですかね。もうちょっとあるかな。ちょっとわかんないですけど。はい。でも、1000も2000もあるわけじゃないですよね。はい。っていうジャンルは、アフィリエーターが集中します。まあ、何やり証券とかね、えーまあ、たった数十個の証券会社にも、もう、なんていうんですかね。凄腕のアフィリエーターが集中してきて、これは大変なんですね。で、そこで個人ブロガーが勝つ術っていうのは、なかなか思いつかないということです。 なので、えー、基本的に商品数が少ない高単価ジャンルっていうのは避けた方が良いです。で、次に商品数が少ないジャンルですね。で、これも、これは、あ、ごめんなさい。これはアフィリエイターが分散するんです。例えば、美容グッズ、ブログだったら、美容グッズってもう数え切れないほどありますよね。何千個ないし、何万個あるからっていうね、商品です。で、ASP だけでも数千個あると思います。 数千個あって ASP 以外の商品で上位表示取るっていうのも戦略の一つと考えるならばもう数万個の商品があると。なので基地が書きやすいですしライバルが少ないんで上位も取りやすいんですよね。はい。なのでブログに正解はないとは言うもののやっぱり商品数が多いジャンルの方が難易度は低いなと思います。スキンケア、ダイエットグッズ、この辺はもう無数になりますね。で、僕はよく言っているのは 配送員が自宅に届ける商品が初心者向けですよとお伝えしています。これどういうことかというと、ヤマトとかですね、佐川急便の方あの配送員の方が家にピン,ピンポーンって来てですね、あのお届けに来る商品のことですね。はい。で、お届けに来ない商品ってどんなものがあるのかっていうと、転職とかですよね。転職、投資とかの講座解説。これはあの配送員の人来ないですね。ポチポチ自分でやるやつです。で、 そういうジャンル、ポチポチ自分でやるジャンルって商品数が少ない傾向にあって結構難しいなと思うんですよ。なので配送員が自宅に届けに来るような商品のあるジャンルでしたらまあ品数が多いんで攻めやすいですで。それを意識して商品選定されるとやりやすいかなと思いますね。はい。で、次ですね。キーワード選定ですね。で、 このキーワード選定が p b 数を取る上ではめちゃくちゃ重要になります。はい。で、キーワード選定ができないと SEO では PB 取れませんので SNS とかになります。はい。SEO で PB を取りたいという方はキーワード選定を勉強していただいて、いや、ちょっとキーワード選定難しいなという方は SNS を勉強された方がいいのかなというふうに思います。で、重要なポイントは検索上位に個人ブログがあるかどうかですね。 数が重要でですす。いう話ですこの数っていうのはどういうことかというとキーワードの数です。要は検索上位に個人ブログがあるキーワードを何個見つけておくかが初心者ブロガーさんの勝負になります、はい。検索上位に個人ブログがあるキーワードを2つしか見つけてない場合2記事しか書けないんですね。じゃあ3記事目以降はどうするんだっていうことになって手詰まりになって終わっちゃうんです。一方最初に検索上位に個人ブログがあるキーワードを100ておく 100個。まあ、50個とか100個。まあ、その辺の数は、インド、どっちでもいいんですけども、ひとまず100個見つけたとします。そうすると、もう100個見つけてるんで、100機自分かけるんですよ。しかも、検索上位が狙えるキーワードが100個集まっているっていうことなんですね。っていうことは、上位取れるってことです。はい。なので、キーワード選定を勉強して、えー、まずキーワードの数を集めましょうと。 で、もちろん記事の中身重要なんで、長い時間読んでくれるかを意識してください。はい。記事の中身は見出し構成、見出しの構成が大事なんですけども、おその見出し構成をしっかりして、あとはもう長い時間読んでくれるかどうかだけ意識します。はい。まあ、いろんなことをね、考えなきゃいけないんですけど、初心者の方がいろんなことを考えると、記事が書けなくなりますんで、まずは、この記事は長い時間読んでくれるのかどうか。ね、つまらない情報ばっかりだったら読んでくれないですし、装飾が適当だったら読んでくれ,、ま、くれないんですよね。 装飾が綺麗で、なおかつ情報が詰まっていて、このサイトはいろんな情報があって、だから深い情報があるんで、もうちょっと読んでみたいなと思ってくれるかどうかが勝負ということです。はい。なので、長い時間読んでくれるかどうかを記事執筆の時に意識しながら書いていただければと思います。はい。で、キーワード選定なんですけど、おまあ、いろいろやり方あります、正直これ。で、他に動画も撮ってるんで、えー、その動画とかも見ていただけると助かるんですけれども、お 簡単に言いますと、まず検索上位に個人ブログがあるかどうかです。で、検索したときに、そのウーバーサレストの拡張機能っていうのを入れるんですね。これですね。で、ウーバーサレストの拡張機能は、DA20 未満なら個人ブログの確率が高いかなとは思っています。これ絶対ではないですけどね。なので、DA が19とか18とかだったら個人ブログの可能性が高いですし、DA が10未満、8とか9とか5とか3とか1とか、 この辺はほぼ個人ブログなんで、まあ、抜ける可能性があります。はい。なので、拡張ツール u b e r サレストとこれ無料で Google Chrome に入れれますから、これを入れてしっかり調べるということですね。で、DA20 未満の個人ブログを見つけたら、その個人ブログを研究してみてください。研究っていうのは、その個人ブログ、ホームの、ホームに移動したりとかしてね、あと、検索窓に、空で検索窓入力するんですよ。 ブログに検索窓がついてなら、空で入力して検索します。そうすると、記事一覧が見れるんで、どんな記事を書いてるのかっていうのを全部チェックしてください。はい。特に最近書いた記事はチェックしてみてください。なぜかというと、その個人ブロガーさんは検索上位を取っているわけですから、ブログの知識があるわけですね。知識がある人が最近どんな記事を書いてるのかっていうのをチェックするだけでも、商品が見つかりやすくなります。売る商品が見つかりやすくなりますし、あとどんなキーワードでどんな書き方をしてるのかも勉強できます。 中身はパクっちゃいけないですけど、どんな商品を扱ってるかっていうのは勉強になりますので、ぜひ見つけた個人ブログは研究してみてください。はい。ということですね。なので、まあ、このキーワード選定まとめますと、拡張ツール u b e r サ e l e s t をまず導入しましょうと。で、DA20 未満あ、検索してですね、DA20 未満なら個人ブログの確率が高いんで、まあ、実際に見てみましょうと。で、個人ブログじゃない可能性もあるんで、それはちょっと排除して、 DA20 未満の個人ブログでしたら、これは研究しましょうと。個人ブログの記事をいっぱい読んで、どんな書き方でどんな商品を扱っているのか、全部研究すれば、結構効率よく稼げる商品を見つけられたり、キーワードを見つけられたりしますということですね。で、次が発信ジャンルを勉強するですね。発信ジャンルを勉強する。これすごい重要で、結構盲点になってます。で、最近のブログ初心者さんを見ると、ブログノウハウを勉強している気がします。 で、ブログのオファーは勉強すること自体は悪いことではないですけども、ブログのことばかり勉強して、発信ジャンルの知識が薄いっていうケースが結構見られます。正直、発信ジャンルの知識は濃ければ、結構見てもらえるんで、不安はつきます。はい。例えば、車のブログを運営してたら、車の知識があるかどうかってことですね。はい。ブログの勉強してて、なんかボタンリンクとかも、すごい綺麗だけど、肝心の車の情報が薄すぎるとかですね。あと、バイクのブログだったら、 バイクの情報が薄すぎると。いや、そんな情報を誰でも書けるわっていうことしか書いてないとかですね。あるいは、えー、iPhone のブログ。まあ今、iPhone のブログ、今から書いてもちょっとね、もう遅いかもしれないですけど、iPhone のブログで中身が薄すぎると。いえいえ、こんなの誰でも書けるわ。はい。それじゃダメなんですよ。なので、発信ジャンルの知識を勉強して、本当に深い知識を提供すると。そして、読者におっと思わせてしまうというのが大事です。 で、読者をん、んと、ね、ちょっと思ってもらうと、おっと、なんかそういう驚きみたいな感情が芽生えると、読む時間が長くなりますね。はい。そうすると、SEO 的にも効果があります。はい。もう長く読んでもらうブログだと、もうファンの人も付きやすいですしいい、SEO 的にもいいので、えー、そういうブログを目指すと。そのためには、ネット上にある書いてある情報を薄くまとめるだけでは弱いです。 まあ相当網羅性があれば別ですからね。こんな情報、ここまで深い情報をまとめているサイトなんか見たことねえよぐらい網羅できるんでしたら、情報をまとめるだけでもなんとかなります。はい、ただ、個人ブロガーが情報収集で大手サイトに勝つっていうのは結構難しいと思うんですね。はい、情報収集だけだったら、ウェブライターをたくさん抱えている企業、もう10人どころか100人ぐらい抱えている企業の方が早く情報収集できるわけですから、そこと勝負するのは分の悪い勝負です。なので、個人ブロガーは やっぱり、その特定の情報に特化して、めちゃくちゃ深い情報であったり、体験談。他の人にはない体験談。壮絶人生とかですね。まあそういうのが読まれるんで、そういうエピソードが書けるといいですね。で、発信している情報に対して濃いオタクになりましょうということで、パソコンとかね、え iPhone とかね、すごいオタクの人いますよね。で、そういう人のブログが読まれるわけなんですよ。なので、発信している情報に対してオタクになって気持ち悪いブログを書きましょうということなんですね。こいつ詳しすぎるな、みたいな。 やばいなと。それぐらい思われるブログだったら結構読まれると思います。はい。なので、えー、今回の内容を与えますと、やるべきことは売る商品を決めること、キーワード選定を勉強すること、発信ジャンルを勉強することです。はい。これをまずしっかりやると。はい。しっかりやりきると。で、この3つに関しては、もう初心者の中では誰にも負けませんというぐらいまで突き詰めて、 やっていただければ、売れる確率はだいぶ上がります。その他、細かい、なんていうんですかね、テクニックとかはいろいろありますよ。いろいろありますし、えー、勉強することは山ほどありますけれども、それを勉強するのが効率がいいとは思わないですよ。はい。なので、まずこのブログの核ですね。もう真の部分っていうか、そういうのを、そこをまず研ぎ澄ましていただくと。で、そのブログの核の部分が売る商品、そしてキーワード選定、そして発信ジャンルの勉強で記事の質アップですね。 これは記事の質アップを狙っています。もちろん見出し構成もね、しっかり、過去に動画出してますけど、作るのは大事なんですけども、発信ジャンルをしっかり勉強して記事の質をアップを狙うということですね。はい。なので、この3つをね、ぜひ後半やっていただいて、えー、稼ぐブログを作っていきましょう。はい。 チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。質問や知りたいことあったらコメントください。まあ、LINE でも募集してます、あ質問できますので、えー、よかったら登録してみてください。少しでも自由な選択肢のある人生を作っていきましょう。はい。チャンネル登録、いいね、コメント待ってます。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。